高校キャラ使用不可のエジプト攻略やっていきたいと思います。私が頑張って無理やり組んだデッキがこちらになります。レイリー、コフデ、スワノ、ゴブリン、水着ひじり、覚醒したワーチャンということでですね、はい、このこんなデッキ普段やらないからね。はい、レイリー以外はすべて鍛錬のキャラですね。で、点数が出やすいようになっております。6上限、総力と守備106編成ですね。はい。で、コフレとワーちゃんの情熱エールの部分だけ被ってしまってるんですけども、まあ、ワーちゃん失敗の恐れもあるということでですね。まあまあまあ、そこは、被りは気にせずね、点数だけに注視していけたらいいかなと思っております。はい。で、今回センスとか特になしです。はい。行きましょう。マジでトレジャータックなんですよね。本当に。で、このワーちゃんはツボじゃダメですね。どうしようこれ。初手から、筋力いこうか。さあ、小筆。小筆はね、結構キーマンですね。うん、めっちゃ点出す要因としては、活躍してくれます。体力きついけど行くしかないね。で、前に、あと4かな？あれ？前3あと4だっけな？あ、前にあと4ですね。なんで、スワノのオートデート完走というところも、大変かもしれません。お、いいよ。なかなかいいんじゃない？レイリーがツボだけど。で、今回、編成していない秘宝が2点ほどございまして、ウジャドとオストラコン、これ入れてません。はい。なんで、主に点取っていくのはジェド柱、アンク、スカラベ、ベンベン、固めのマスクになりますと。はい。ということでね、やっていきましょうか。筋力。うわぁ。これも通さなきゃダメだよな。いやぁ、まあ、行くでしょ、これくらいなら。怪我1個取ろう。あ、取れねえ。じゃあ行くしかねえわ。オッケー。さあさあさあ。ここは休むかな。いい感じに街は作れてますね。街は作れてるんで、あとはタック待ちです。スワノ最後に来て、これね、評価、スワノの評価上げがほんとしんどいんですよね。強っ！いいよ？いいぞ？それは強い。座像使ってないのに座像みたいな感じになりましたね。これ引けるかがエジプト高校、マジで大事ですね。この、全員集合率アップ。練習にみんな集まってくれたら強いです。だからちょっとツボってのが渋いんですけど。ってなると、ワーチャンゴブリンは優先ですね。あー、大輝でもいいな。スワノの評価上げるなら大輝だな。スワノっとこっかな。クリボッチ辛いしな。怪我取ります。高校キャラを入れちゃいけないっていう、縛りプレイです。それ、多いね。で、皆さん忘れがち。呼び起こす力。これね、魔力。2溜まったら絶対序盤を使いましょう。セクイチはこれしか魔術ないんで、これ使うしかありません。ということでね。これで一緒に帰ってくれれば評価。まあ、これはキャッチャー取りましょう。スワノはキャマル取られるの強いですね。ちょっとやばいな。評価上げ微妙。メンタルいいっすね。練習は今んとこ悪くない。ワーチャの差し入れ、これも強いんですよね。両方極めようからの、対左投手特訓。これで左投手のコツもらえますんで、シナジーが結構ありますね。古いと。
これじゃ来ない。メンタルまあまあ。ただスワノ上げたいんだよな。上げたいけど、できればトレジャーアタックで行きたいから、ここはちょっとメンタルにしようかな。質問がある方はね、何でも聞いてください。今回はね、まあ、ガチサクセスってよりかはね、皆様にエジプト高校を知ってもらう配信ですのでね。さあ、諏訪の絡みだとありがたいが、最高です。結婚しよう。セクイチ、まあまあ点出るんじゃないこれ。もう魔力2000になったしね。オッケー。いいよ。短期で短期を克服。どこにゴブリンの新イベント追加されるんだろうね。ひじりかな。あー、メンタルでもいいな。体力キープメンタルかな、これ。ちょ、ぶっつけ本番でいきなり達成いけるか。こんなもんかな。キャマルは取ろうか。バントさん悩むなぁ。まあ、取るか。小筆も確かバント骨持ってたんじゃないかな。OK。どんなもんすか？おぉ、4236。悪くない。こういうキャラいたら5000点とか言ってたんだろうね。さあ、2回目。お、トレジャーナイス。守備。強いね。やっぱね、小筆さん強いよ。まあ、ワーちゃんも強いんですけど、このやっぱ鍛錬プラス、タグボモリモリマンは強いですね。これガチサクセスだったら更新ペースなんだけど。ガチサクセスだったら更新ペースだぞ。うん。したら、ツボ。悪くないね。悪くないね。練習運がいいぞ。あと、スワノの告白くれば完璧。お願い。くえ。これじゃどこ？肩。12%か。結構強いんだよな。ここでカロバ打つかな。ばあちゃんいければもう3ピラーが使えるようになりそうですね。これ一発目いこうか。で、スワノの、きついところが、お正月で最大チャップがないんですよね。ってなると、ずっとこの体力最大値のまま立ち回らなければいけないと。スワノ頼むよ。お、いいよ、連続してきて、メンタルありがたい。いや、マジ噛み合ってんな。噛み合いがすごい。ひじりちゃんイベ用に99待機。水着ひじりで肩プラス2イベントがありますんで、それに備えて99まで上げときます。あ、俺呼び越しから大丈夫だったかな。イブシギン、スワノ、やべえ、やべらみ。変わりたい自分で。はい。からの、おお、来るね。来るよ、来るよ。これで多分3ピラーが来ますね。あ、発音してた、分かった。あ、足りねえか。多分97で止まるパターンだな、これ。そしたら。
このトレジャーアタックが続いてる時のエジプトはめちゃくちゃ面白いですね。何くれる？バント職人大変化窮地2だ。2がいいね。ああ、黙々やばい。クリボッチまっしぐら。クリメンタル強いんだけど、ちょっとさばけなくなってきたね。さばけなくなってきたね。うん。で、彼女のね、秘宝は、さっきここ85だったじゃないですか。プラス 12% っていう感じですかね。体感っていうか、多分おそらく、そういう設定があると思います。ラッキーボーイ取っていいよね。チャンス20丸取ってもいい気がするけどね。さあ、諏訪野さんお願いします。サンピラ来て、ここが光の更新からのファラの号令2だ。やばい。そして左キラーかぶりそう。筋力ポイントがないんですよね。あー、やばいですね、これは。これはやばいですね。マスクも来ちゃった。マミークリエイトめちゃくちゃ打ちたいんだけどな。どうしよっか、これ。一旦打撃かな。筋力使いたくないんだよな。破り取るしかないや。ゴブリンちょっと待ってくんねえかな。ゴブリンよりスワノ来て。来なかった。あ、そっか。コフでクリスマスに来んのか。ちょっと救われたな。からの、走塁。うん、悪くないな。サンピラ打っちゃうか。4つ待ちがあるなら打っていいでしょう。どんくらい入る？うまい。次ゴブリン来なければかぶりは回避できるね。っていう時に来るのがパワープロなんですよね。あと一旦でいいんだよ。あと一旦来なければいいんだよ。ひじりも残ってるし、ワーチャーも残ってるし、スワノ残ってる。そんな中でゴブリンのイベントがチョイスされる確率は、果たして何パーなんでしょうか。10分の1もないと思うけど、それを引いてしまうのが、パワープロアプリ。あー、やばい！あー、ぶんね。もっとやばいことになることがあった。ここは、気合入れよう。おー、しないっす。いいよ。海岸早くもして、左キラー取って、また総理、強いね。いや、流れはいいね。これいいよ。逃走の動画出さないですか？いや、全然出す気でいますね。ちょっと思考の遊撃地デッキが流行ってるんで、それやろうかなと思ってます。まあ、呼び起こす力は使わずに、いきたいと思います。いや、一旦違い。撃たれるんかい。結局失敗したら意味ないですね。はい、ということでね。まあ、しょうがない。点入る方でいっか。国連にするか。まだ敏捷足りてないもんね。頭脳取っといて。初ライブ視聴です。いつも動画参考にさせてもらってます。ありがとうございます。PD 足作るまで。いやー、鬼畜ですね、それは。まあ、やりたいね。遊撃手デッキは組めるんで、やってみたいですけどね。2打5になってんだけど。どういうこと？体力、まあでも回復イベント残ってるしな。
わーちゃんの秘密、これやめるで OK です。うわー、それはひどい、それはひどい、それひどいなー。筋力いきてえなー。そのイベントなかったら筋力いってたなー。くー、これがいつもなら地下室ね、 100% にできてんだけどな。回復イベント噛み合わず、噛み合わず、まあ、打球伸びもらおうか、そしたら。こう、ああ、まあまあだな。どうすっかな。完了にそういう感じでしょ。俺、サンピラーでもいいな。もう魔力貯める意味がないんだよね。サンピラ打つか。壺の完了、風化した壺の完了しても多分あまりエリアが進まないんですよね。悪くない、1万3000点。悪くはない。諏訪のいつ来る？大蛇の神様。そういう方。ああ、最強。それ最強。最強の練習です。よし。ちょっとマミークリエイト急ぎたいな。あ、今来た。オートレート間に合う気がしない。メンタルで、これは行っちゃダメ。守備強いね。これでゼロにしようか。ワンチャンいかねえかな。13%は増えねえか。ダノビ4、そっか、スワノが、あ、ギリギリ間に合ってよかったね。ダノビ骨3くれたね。行こうか。まだだなぁ。回復ナイス。昨日のエビルの結果、P1 先発でしたね。肩はあり。これでおそらくいけるはず。この回復を4000にしてから取りたいんですよね。95%。まあ、さすがにこれいけるでしょう。お願いします。オッケー、来た。待ってたよ。これはペース的には遅いっすね。さて、マスク来るか。来たね。そしたら、そしたら、ファラオの号令と行きますかね。このファラオの号令が経験の泉に経験点を吸収する際の経験点 1.5 倍にできるんですよね。ってことは、この2472の吸収が 1.5 倍になります。はい。ちょっと、暗算できないんですけども、おそらく3500くらいになるんじゃないかな。プラス、まあ今魔力に余裕がありますので、マミークリエイトも同時に打ちたいと思います。うん。あ、いいね。もう約4000だね。これで、泉は一気に回復と。サンピラーギリギリ打てない。ギリギリ打てないところで止められたね。上です。あ、そう、このイベント痛いよね。あー、体力がない。体力がない。めちゃくちゃ行きたいんだけど。
めちゃくちゃ行きたいんだけど、どうしよう。これ。ちょっともうオートレードにかけよっか、こっから先。オートレードにかけるわ。5回残ってるから、もう全部絶妙のタイミングで来てくれることにかけます。ってことでカロリーバー使おう。で、これ踏めば、サンピラー使う魔力が溜まりますんで、行こう。9、大打。逆襲。筋力ポイントはちょっとあんま使わない感じで。こんなもんすかね。オートレード。ああ、もくもく。で、ここは、どうすっかな。いや、攻めるなら走塁だけどな。休むか。この後デート来たらもうドンマイすぎます。あっぷね。おいおい、危ねえよ、本当に危ない。打撃普通。ただこれは行くしかないかな。緩急つける。オートレート来ないね。どっちにしよっかな。タイストレート。一応小筆が大変かの呼吸も、呼吸じゃねえや。何大変かの呼吸って。急に鬼滅出たわ。さあ、ここで、勝った。これもったいないね。いやー、マジでちょっとオートレート、信じよう。サンピラー使って。オッケーオッケー。このもうトレージアタックの連鎖を信じましょう。390195521、多分大丈夫でしょう。花丸でも P セーバス狙えますか。狙えますけど相当ハードルは高いですね。あ、ここで全部終わったか。方向キャラいなくても、まあ、セクサンには終わらせることができますと。オートレート！もうイベント終わったぞ、全部。さあ、ここ、スワノ。うわ、完璧。強い。座像のパワーですね。ってなってくると、これラブパ回復も入るから最高の練習ですね、これ。最高の練習引いた。ニートでいいかな。これね、この完了ボーナスで筋力ポイントちょっと溢れちゃいますね。やらかした。どうしないっす。やーべ、デート未完全然あるよ、これ。デート未完全然あるよ。さあ、ゾウ来たか。なるほど。マミーはいつまでいてくれんの？あと2ターンか。まあ、こんな300点もらってもしょうがないんで、まあ、走塁踏むのは確定なんですが。まあ一旦こんな感じで。本当にオートレート来ないじゃん。ちょっとやばいよ。肩。あー、待ってよ、これ吸収にこれ使っちゃうもん。
このマスク、ここで吸収に使っちゃう？ちょっと効率的には良くないけど、ただマスクは3ピラー使うと、これおそらく3000点なんですよね。3000点練習にもできますと。このままだよね。このままで行くわ。うん、多分このままが正解。今、いやもうオートレートもあるしな。ちょっと点取ろう。ちょっとでも点あげようぜ。よし、これで900点になった。で、あ、ベヒーとか取っていいかな。いや、あるよ、3万5000あるよ、いきなり。これ多分3万5000出せたら多分ね、4万点近く高校キャラいたら出たことになるから、立ち回りを間違ってないんだよね。ここ取っといて。よし、行くぞ。104ジョール。うん。よし、狙い通り、タックは来ないね。で、マミクリ言うと、いや、何もせず、これデートでもいいな。練習渋すぎ。練習渋すぎ。マミー出たとしても、小筆の壺くらいしかねえもんな。ここデートだね。で、次のターン打とう。まだゼロってやばくない？おい、もう。噛み合いよ。噛み合いだよ、これ。22589。あと12500。いけるでしょ、これ。泉4000あるからいけるっしょ。行こう。よしよし。来てるけど、それはどうなの？なんかめっちゃ強いんだけど。なんかめっちゃ強いんだけど。嘘でしょ。それは強すぎ、これ別にサンピラーつかなくてよくない？サンピラーいらないレベルで強いんだけど。出た、たまにある、たまにあるバグトレジャーアタック。これはすごい。これ噛み合ったな。マミクリ打つでしょ。え、これ初回で終わっちゃうぞ、これ。初回で終わっちゃう。下手したら4万点あるんじゃない、これ。いや、ありだけどな、ありだけど、ありだけど、このデッキ筋力取る術が結構乏しいんで、ちょっと軽いの狙うか、一回。うん、でも今のバランスだったらありだな。あの、今回、高校攻撃キャラ入れてないので、トリックスター取れてないんで、まあ、今取るってのはありだね。査定悪いんだよな。でもバランス的にありだよね。うん。ちょうど今技術精神が尖るんで、あ、敏捷技術が尖るんで、ありですね。リーチして、集客2発かな。プレッシャーラン取っていいでしょ。これでいこうか。これさ、スペシャルタックになってるから強くなったとかあるのかな？実は。さあ、ばあちゃん。OK。パッと見失敗してそうだったけど、成功です。バランスが厳しいっすね。筋力入れないとちょっと、崩壊しちゃうな。で、情熱エールね、エピローグで小筆もくれるので、2で取ります。対変化取ってもいいな。うん、多分、筋力が、方がきついと思う。さてさて。ああ、何もなしか。マミー出したよね、俺。ああ、なるほど。そういう感じか。ここで来た、最高。最高になってよ。
これ、次のターンいけないんだよね。これ踏んだとして、次のターンが無理なんだよな。これ、泉使い切れないが一番もったいないんで、行けるときに行かないとね。じゃ、光の加護使うわ。加護って、あー、やっちゃってるな、それ。お、意外といけるか。意外と敏捷系でいけそう。盗塁レイリーからもらっちゃったらドンマイなんだよね。まあいいや、行こうか。よし、で練習改革のおかげで筋力敏捷精神にポイント入るね。え、ちょっとラブパカオートレード頼む。マジで。お願い。いやー、ちょっと、で、これで、お、いいとこにいるねー。いるねー。筋力が辛いねー。ちょっと、諏訪野さん、スワノさん、あなたよ。あなたが、あなたにかかってんだけど、その筋力ありがたいな。技術もうちょいさばければ、情熱やね。これでいっか。クソギリギリだけど、これで行こうか。ちょ、ほんと頼むからオートレート来て。諏訪野さん？おいおいおいなんだけど、何してんの諏訪野さん。完了めっちゃあるな。マミクリアトン、ここはもう休むしかないな。で、休むとさ、休むと来るんでしょ？うん、まあ、最悪5回目来なくていいから、俺はこれちょっと温存するよ。絶妙なタイミングで来てもらうために。ちょっと、パワープロくん？パワープロ、あ、それ強すぎ。それ強すぎ。あ、しかも放出少ない。素晴らしい。放出200でいいんすかって感じですね。バーゲンセールっすね。あ、ポイント的に、あ、でも似たようなもんか。これありがたいね。これはいい吐け口。ちょ、頼む、諏訪野。お前にかかってる。このサクセス。お願い。本当にお願い。ここだけでいい。ナイス回復。それは実装オートレート。よしよしよし。肩いいんじゃない？んー、ちょっと弱いかな。ポイントの割に弱いかな。ただ、マミーがこのターンなくなっちゃうんで、まあ。6月4週って、この後イベント来るっけ？そこも大事なんだけど。最悪来なかったら、まあ、休んで、で、まあ、7月2週から、3ターン連続、3ピラーで点取っていくっていうのを狙おうかな。他、修復中がワーちゃんとヒジリか。あとゴブリン、あ、結構いるね。で、レイリーも増えるから、マミーが消えたとしても4人はテンパってると。4人はテンパってる。なら来そうな気がすんな。まあ、とにもかくにも諏訪野だわ。お前を信じる。
お前を信じるぞ。ああ、ここ来ないとこだったか。なるほどね。したら、ああ、これメンタルありだな。メンタルありだな。ただ、メンタル行くとなると、絶対オートレート来なきゃダメ。頼むよ。本当に頼む。ここで来れば全てを許す。お願い！来い！もう！まあ、次でもいいわ。次でもいいけど、マジで来ないとやばい。まあ、来るよね。ここはもう絶対撃つ。もう最悪光の加護でどうにかするしかねえな。打撃。まあまあいいとこ。うわあ、もうこれもはやさ、黄金の回帰使いたくね？黄金の回帰使いたいよね。もうスワノさんお願い、もうお願い、本当にお願い。使います。よし。ちまりちょうどいい感じに使い切れるんだよ。ほんとに。バランスもいいよね。海岸しかまた一回残ってるからね。ちょっとほんとに、ここ。ここです、諏訪野さん。ちょっともう、出番だいぶあったけどさ。もう、ここしかないよ。ここ来れば残り2ターン練習できるんだよ。行きましょう。意地見せろ。よっしゃ、よくやった。よくやった。それは神。それは神のです。で、すごいことになったね。打撃か。うわ、精神えぐ。どっちでもいいな。1200点。同じくらいか。ただ、完了がある分、あ、でもこっち行くとそうか、次あれか、来る確率が下がっちゃうのか。完了2つなくなっちゃうからね。ポンポン。あ、補給あるじゃん。忘れてた。筋力いくつだっけ？あ、筋力そんな入らない。あと94。こうなってくるとさっきのエースキラーでも良かったんじゃねってなりますよね。まあ、早めの海岸はね、結局スルーしたやつが、あれ、これで良かったんじゃねってなりがちなんですよね。なんでいっかな。OK。で、次、諏訪野来なければ、金徳未完は確定です。お、どうなる？どこに来るか。場所がですね、これ場所が大事。そこ？すまん、強いけど、これ、敏捷終わったな。一生終わりましたね。なんだろう、精神めっちゃ使うやつ。精神めっちゃ使うやつといえば司令塔とか。いやー、当たりだけど当たりだけど、ちょっともうちょっと夢を見たい。もうマジでさっきのエースキラーでいいんだけど。一番ダメ。もう現存する海岸の中で一番ダメ。あ、まあ、結局ちょっとあれだけど、まあいいや。
あ、見えた。こうでしょう。精神あふれんだよね。まあやることはやったでしょう。装備証が欲しいんですけど、印象は欲しいけど、このターン遊ぶでいっか。気分屋も取ります。ふん、これ投資取ることになるぞ。攻撃影響指数、3万5000は行ってくんないかな。ちょっとあえていいのか。コフでレイリータック。コフでレイリータックをね、ああ、来ない。印象。五分。オッケーオッケー。よし。ソウルイタック。コフで、よし、ダブル。うわ、強っ強っ強っ。優勝でしょ、こんなの。かみった。最後、かみりました。したら、ハイボール取るでしょ、ここも取るでしょ、あとは各集客だけでいいよ。いや、筋力もきついね。筋力もきついわ。エピローグがそんなに入らない。てか、地味に、さらっと諏訪の未完してんだよな。さらっと諏訪の未完してんだよな。まあ、どうせこれ序列レベル、コツレベル2になっても買わねえから取るわ。多分チャンスメーカーも取るでしょう。これで行こう。さあ、行けるのか。3万2000は行ってると思う。3万5000の世界に行きたい。90オールからの、43オールからの、28オールからの、お願いします。一発成功。なるか。どうか。どうなんですか？おお、素晴らしい。めっちゃ出た。37,600。ありがとうございます。いや、4万もあったな。4万もあったね。いや、これは合格でしょ。広告、こういうキャラなしよ。いや、これだから多分、ララちゃんとラミーちゃんとか入ってたら、4万点もありましたね。っていうサクセスですね。はい。ということで、最終こんな感じですね。6上限、総力、守備106の、新左キラーと、囁き戦術が欠けてしまいましたが、それ以外は全て取りましたね。海岸がトリックスターと古軍奮闘でございます。拡張合わせて52ですね。うん。査定で言うと、1ランク分くらいはかけちゃったかな。もっとか。2ランク近くかけてしまいましたが、どうでしょうか。おお、ピーと。盆栽ピーいきました。ありがとうございます。いや、二次得がけでこれは割と上出来じゃない？はい、という感じで。まあ。割かし理想の立ち回りができたんでね。うん。良かったんじゃないかなと思っております。まあ、エジプト高校のね、まあ、質問等があるという方はですね、また生放送等やりますんで、その時にね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方は、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、まあ、ゼニペラもね、開催されてますので、頑張ってやっていきましょう。ではありがとうございました。お疲れ様でした。 See you。